世界最大級の K-POP 受賞式2023ママアワーズが11月28日火曜日から11月29日水曜日の2日間東京の東京ドームで開催11月28日火曜日に行われたレッドカーペットに男性ボーカルユニットの東方新規 TVXQ のチャンミンとユンホが登場した写真 186cm&184cm 18でスタイル抜群。スーツでビシッと決めた東方新規の全身ショット。レジェンドの風格。東方新規は二人揃って黒のスーツを着てレッドカーペットに登場。チャンミンはゴールドに輝くネクタイを、ユンホは黒のドット柄のネクタイをチョイスしていた。レッドカーペットに登壇した二人は東方新規です。 お会いできて嬉しいです、と挨拶。司会者が、海外アーティストとしては最多で東京ドームで公演していることについて触れ、今回そんな東京ドームに後輩アーティストと立つことについて聞くと、ユンホは、ママアワーズ、自体が久しぶりで、ママ、に名前が変わってから立つのは初めてです。久しぶりに出演できて感慨深いです、とコメント。素晴らしいアーティストの皆さんとステージに立つことができ。 僕たちも頑張らなきゃと思っています、と笑顔を見せた。さらに司会者が、ママアワーズで初めて披露するという新曲のネタバレをおねだり。戸惑いながらも、チャンミンとユンホは目を合わせながら、新曲の一部を披露。ここまでです。見せすぎるとダメですね、と語りパフォーマンスはストップしたが、会場は湧き立った。ママアワーズは、 24年の伝統を誇る世界最大級の K-POP 受賞式。2023年は、One Eye Bone のコンセプトのもと、受賞式の1日目には &Team、A-Hightech, I-N-I, Joe1、Kep1ER, Lee Young G, Tomorrow X Together, 東方新規、TVXQ, 吉木ら2日目には Boynext Door, L7ZUP, G, IDLE, LuceraFim, 20, リーゼ、セブンティーンらが登場する。